はい、皆さんこんにちは、国とこナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。今回も群馬県桐生市にある竹政米店様にお邪魔しました。そう、お米屋さんです。そこで一時テレビでも話題になった桐生市のソウルフード、子供洋食と焼きそばを堪能してきました。なんでお米屋さんでね、焼きそばと子供洋食なのかっていう、いろいろツッコミどころ満載ですが、まずはご覧あれ。こんにちは。あ、はい、地元なんですよ、ええ、はい。焼きそばとね、はい、子供洋食、はい、ね、ミックスの大盛り一つと、はい、食えないか、波にしとくか。じゃあ波と子供洋食お願いします。うん、小さい方。いただきます。とてもいいですよ。わ、うまそう。わ、うまそう。うん、うまい。おいしいです。色はちょっと薄く見えるけど、しっかりソースが主張してますね。ミックス焼きそばは具材が豊富で、ラーメンで言ったら全部のせみたいなもんですね。分厚い卵焼きがゴロゴロ乗っかってんのが嬉しい。それじゃ子供洋食はどうなんでしょうか。うまい。蒸したポテトに干しエビ、長ネギをソース味で炒めた料理ですね。こっちの方がソースが甘めでマイルド。干しエビの旨味と香りが不思議とマッチしてるんですよね。これはニンニクスペシャルだな。マイクの調子がおかしいな。合う。大人洋食になっちゃったけどうまい。合う。干しエビがたくさん入ってていい仕事してますね。でもなんで干しエビなんだろう。うん、美味しそうに食べてる。美味しそうに食べてますよ。この焼きそばに中辛七味がうまい。焼きそばに入ってる卵大好き。なんで焼きそばに入ってる卵ってあんな美味しいんでしょうね。美味しいです。この後子供洋食の名前の由来と誕生までの歴史をご夫婦からお聞きできました。この子供洋食だって結局は誰がつけたかわかんないんですよ。ただそこは自然と広まっちゃってね、子供が喜んで食べて炒めたでしょ、はい、日本は煮物が多かった。そうですよね。洋風なもんで、それで洋食だと。それで子供たちがその頃はね、うん、おやつがないから、うんうん、簡単にできるっていうんで、子供が喜んで食べて、それで子供洋食。あ、そう、自然とそうなっちゃったんでね。それで、うん、桐生は旗所で、旅行さんが多かったんですよ、はいはい、それで引き売りするにも、子供洋食と焼きそばと別々に売ってたわけ。へぇ、じゃがいも、子供洋食を焼きそばに乗せてくれと、だけど味付けが違うからね、それなんで、じゃあ焼きそばにポテト入れようって言うんで、ポテト入れ焼きそば。あ、そうなんだ。歴史があるんですか。すごいですね。なるほどね。だから一時子供洋食もね、その引き売りの人たちがいなくなっちゃって、なくなっちゃったんですよ。あ、完全に。完全にもう商売としてやってるところはもう。もう野球も全然やる人がいなくなっちゃって。そしたら地方紙の桐生タイムズ、桐生タイムズで、B級グルメっていうのが周りが出して、桐生にもこの B級グルメ、
と称するような、うんまあ、子ども洋食という食べ物がありましたというので新聞に出たんですよ。へえ。そしたらうちの、おじさん、おじいさんの兄弟だよね、うん、それが引き受けやってたんですよ、うん、でレシピ知ってたんですよ。ああ、うん、それなんでじゃあそれうちでやろうと。うちが一番最初に商売として復活させたっていう、まあ、緊急グルメって騒ぎ出してからね、からだからね、うん、だから17、18年かテレビ局が目につけてね、うん、あの前橋の人がね、うん、食べてきたんです、それでネットに載せてくれた。そしたらそれを、テレビ局が、あの4チャンネルのね、渡良瀬渓谷鉄道あれで、長嶋俊樹がしたんですよ。で、よくはそれを放映したんですよ、そしたら、じゃあ今度はぴったんこカンカン、そういう番組なんかみんな来てね、一通りのテレビ局が来ましたよ。あ、いや地元なのに知らなかった。そしておかみさんに当時の引き売り販売の様子も聞かせてもらいました。子供洋食っていうのは家庭で作られてたんですか。そうなんですね、もともと家庭で子供のおやつだったんでしょうね。うん、やっぱり町の中、ここが町だったでしょ、町の中にこう引き売りのおじさんが何人もいてね、それで三角部、新聞社の三角部入れて、お風呂屋の前とか学校の、校門のそばとかで、公園とかそんなね、引き売りだからね、そんな遠くまで行けないですからね。そうですね。この辺には3人ぐらいいたんですよ、それやってるおじさんたちが。へぇ。70年前戦後。70年後、そうですよね。終戦直後だ。あ、そうなんだ。いやー、貴重なお話ありがとうございます。この後に子ども養殖になんで干しエビが入るようになったかっていうお話も聞けますよ。お腹がいっぱいになってきた。そうでしょ、やっぱり大盛りじゃ大変だったよね。大盛りじゃ無理だ。じゃがいもは結構お腹にたまるから。そうですよ。昔は米がない時代はじゃがいもなんかが大養殖だからね、米どころじゃないですからね。そうですよね、畑ばっかりでね、だから小麦屋のうどんこと、そういう文化だからね。やっぱり海なし県だからってね、海のものって昔はもう流通が悪いから生だね、生そうですね。乾物ね、ああ、なるほど、そういう経緯で子ども養殖に干しエビが入ってたんですね。食にまつわる歴史は面白い。美味しかった、ごちそうさまでした。